ラジオドラマ風の伝説ザナドゥ2ヒロインたちのバースデー第4話メルティナのバースデー。リュコスさん、メル、メルは俺のことをどう思ってるんだ。俺はメルのことが好きだ。愛してるんだ。メルが欲しい。リシ、私メル。リュコスさん、リュコスさん。私の中にリュコスさんとあんな風になればいいっていう願望があるとか、恥ずかしい。やっぱりリュコスさんたちと一緒に旅をするなんて無茶だったのかしら。皆さんみたいに体力はないし、モンスターと戦うことだってできないし、その上モンスターの毒液を浴びてこのありさまじゃ本当にただの荷物だわ。誰もそんなこと思ってないわよ、メルティナ。あ、ピュラーさん。大丈夫か？ずいぶんとわめいていたようだが。メディアさんまで。それにしてもすごい寝言だったわね、リュコスさん。それは、その。よ、お元気。やあ、お見舞いに来たよ。アリウス、皆さん、ずいぶんお元気になられましたな、メルティナ殿。はい、どうぞ。綺麗な花、感激です。ありがとうございます、ダイモスさん。見舞いの花なら私も持ってきたぞ。ほら、もう気取っちゃって。まあちょっとアンディス、何なんだよこれは。見てわからぬ。え、そうか、貴様も舶来品だったな。ならば教えてやろう。これが花というものだ。そしてここが茎、ここが葉で。んなことは分かってんだよ。ったく、人のことを輸入品みたいに言いやがって。俺様が聞きたいのは、なんで切り花じゃなくて鉢植えかってことだよ。病人に根っこのある花を送るのは、この足なるでも縁起が悪いってことぐらい俺様だってちゃーんと知ってんだぜ。まあ、なんつったって俺もメルの家でずっと養生してたんだからな。ちょっとした茶目っ気だ。ちょっとした茶目っ気、何なんだよ。その茶目っ気のせいでメルの容態が悪化したらどうするつもりなんだよ。やめて、リコスさん。いいの。だけどメル。ありがとうございます、ランティスさん。とってもとっても嬉しいです。本当にありがとうございます。ガチャ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 、うるせえな、もう。何なんだよ。メルが礼を言ってるのに、あの態度は不愛想にも程があるよな。もうそれくらいにしといてあげなよ、リュコス。でもさ、まだ分かっておらんようじゃな。試しにこの鉢植えを持ち上げてみればいい。鉢植えを持ち上げる？やりましょう、やってやろうじゃないの。ったく、こんなにバカでかい鉢植えどこから探してきたんだか。えっ、全然持ち上がらない。なあ、ランディスはその鉢植えをここまで一人で運んできたんだ。それもあの重そうな鎧を着たままでね。どうやら病人に鉢植えの花を送ってはいけないというのを単に知らなかっただけのようですな。まあ、ああいう孤高の騎士というのは概して世間知らずですから。あいつ、さあ私たちも退散いたしましょう。そろそろ今夜の準備を始めなければ。だけどついてなかったね、メルティナさん。せっかくの誕生日なのに。あの本当あまり気を使わないでください、皆さん。そうはいかないわよ。私のバースデーパーティーができなかった分も含めて今夜は盛大に盛り上がるんだから。ねえねえ、ここの宿のお座敷も抑えたのよ、もうバッチリ。期
待しててよね。はあ。静かな夜ね。本当、誕生パーティーなんて何年ぶりかしら。小さい頃は水流亭にお友達を集めてよく開いたけれど、最近の誕生日はずっと一人ぼっちだったから。今年は素敵な皆さんに囲まれて最高の誕生日だわ。でもこの宿を出れば皆さんには命を懸けた戦いが待っているのですよね。女神イシュタルよ、どうかリュコスさんたちをお守りください。はあ、自分の誕生日なのに人の幸せを願うなんて、こういう優しい子には黙っていても幸せが訪れるものなのよね。でもでもいいのかな、そんな願いを叶えちゃって。ま、彼女がお望みなら仕方ないよね。ルル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 ル。ネル、起きてるか？はい、起きてます。パーティーの準備ができたそうなんで迎えに来たぜ。どう、体の具合は？すっかり、ほら、もう。メル、危ねえ。ずっと寝てたんだぜ。いくらなんでも立ち上がるのはまだ早すぎるって。俺がメルの足になってやるよ。リチュコスさん、悪かったな。こんな山奥の村じゃプレゼントらしいプレゼントもできなくて。その代わり町に行ったらネルの好きなもの何だって買ってやるからな。そんな、気にしないでください。あの、私はこうやってリュコスさんと一緒にいられるだけで十分幸せですから。一気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 。あー、すごい、メディア、これで通算21連勝よ。勝つも何も、これはお酒というよりは水みたいなものじゃな。全然酔えん。大丈夫か、ダイモス。アリオ様、アリオ様、床が待っています。天井も気持ち悪い。ふん、その程度で情けない。それにそもそも酒というものはゆっくりとまったりと舌の上で味わって飲むものだ。いつまで気取ってんのよ。だったらランディスも何か一つやってみせなさいよ。よし、わかった。俺が真の宴会芸というものを見せてやろう。え、ギャー。ランディス、何をする気だ。男、ランディス、この記念すべき日を祝して初めてのヌードをご披露しよう。見よ、この鍛え抜かれた肉体を。いよ、はあ、わわわわわわ、こっち来ないでよ。いや、アリオス、ひょっとして、偉そうなこと言ってたけど、すっかり出来上がってるみたいだね。たくましいわ、ランディス。え、ほれ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 、しっかりとその目に焼き付けとくがいい。いいわ、ランディス、しびれるわ。いい加減に死なさいよ。メル、ありがとうございます。皆さん、私こんなに楽しい誕生日は本当に久しぶりです。あの、私何もできませんけれど、一曲歌わせてください。せめてもの感謝の気持ちに、皆さんの旅の無事を願って。そういえばメルティナの歌って私まだ聞いたことなかったわ。確か水流亭の歌姫だったのよね、メルティナって。
ありがとうございます。では聞いてください。私の一番好きな歌。ランディス、酒は何なんという歌だ。無水晶だ。ひどすぎる。やめてよランディス、頭がガンガンするわ。メル、あ、メルが気絶してる。ここはやめろランディス。さっと抜きおい、メル、しっかりしろメル、やめろランディス。メル、メル、踊れ。メル、大丈夫かメル。すまねえなメル、せっかくのバースデーパーティーなのにこんなことになっちまって。そんな、とっても楽しいです。だってリコスさんと一緒の誕生日なんですもの。放送中お聞き苦しい歌がありましたことをお詫び申し上げます。バイファルコム。でもでも誕生日を祝ってくれる人がいるってとっても嬉しいことだよね。いいな、羨ましい。だってあたい生理だから誕生日ってないんだもん。あなたはどんな誕生日を迎えるのかな。もしかしたらあたいが祝福を届けることになるかもね。じゃあその時までバイバイ。ルル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